パンコーって写真のイメージとだいぶ違いすぎるような気がする。でも大体写真はイメージじゃないですか。お待たせしました。ハンナコーテお好みでニンニクどうぞ。唐揚げめちゃくちゃ美味しいですけど量が多すぎてもう味が分かんなくなる。今日もやっぱり3人がかりで食べてましたけどやっぱりギブアップっておっしゃってました。無理ですよね。食べられたら多分もっと多くしてますからね。お願いします。これが1個2個とこれが1食分ですかね。4個でこちらのお店で何年ぐらいやられてるの？ 4年目になるのかな。2月。最初知り合いやってたんですが、その人が3ヶ月ぐらいで、これ飲食合わないかもしれないって言われて、で自分は他にも仕事してるんですよ、解体業という。それで飲食興味あったんでやらねえかって言われて、それがきっかけなんです。その解体の方は今今日は休みなんですけど、普通の時は行ってますよ。でも飲食興味あったんで全然苦手なんですけど、こんなに忙しいわざわざ来たの。あと来たの？うん、八戸なんだ。青森ですね。あ、お客様ですか？はい、11時オープンなんですけど、ね、11時オープンなんですけどね。もういらっしゃってるっていう。もしかすれば、あ、もう取り引きだ。あれ？なんか止まってます。まだ、あ、そうか。あ、すごい。これにお店11時からですね。ですね。今まだ1時間ぐらい。まだ、どちらからいらっしゃったの？わー、岩手です。山越えてすぐなんで。注文するメニューとか決まってらっしゃいます？まあ、有名な半チャーハンを食べようかなと。あとそれと、あともそれを、まあ、仲間4人でいるんです。実際この飲食を始めてみて、いかがですか？面白いですよ、やっぱり。そうですか。で、一番はほら、厨房とお客さんが見えるっていうのが、だから下手なこともできないし、逆にお客さんの顔も見えるし、なんかあったかなっていうのもそのまま見えるんで、美味しそうだなとか、あのお客さんなんか困ってるよっていうのも見えるんで、一番いいですよ、ここは。やりにくさもありますけどね、見られてるか。でもそれあっての信用じゃないですか、間違いないものを出して。すごいお店も綺麗ですね。ありがとうございます。それは綺麗にしてるつもりでいるんです。そうですか。厨房も一応綺麗にしてるつもりではいるんですけどね、手届かない部分もあるんですけど、ここ日中しかやってないんで、店終わってからも仕込みやってるんで、それでも間に合わないんですよ。私呼んでければよかったかな。辻さん、なんであそこの食堂から去っていく時が来ました？これが塩麹からですかね。塩麹つけると肉柔らかくなるんですね。もも肉なんですけど、さらにこう柔らかくてジューシーになるんで、麹につけてやるんで、
出るときはもう10キロは唐揚げ出ちゃうんで。たまたま、たまたまですよ。ニンニク唐揚げ。おぉ、いいな、こんなにね。1キロなんで。すごい。一枚でも大きい肉は半等分にしかしないですから。なんかすごい整理整頓されてますね。はい、冷蔵庫もめちゃくちゃ綺麗に。ありがとうございます。やっぱ分かんなくなっちゃうからですね。結局同じものを容器使わないと。例えばニンニクの唐揚げつけたやつさ、この塩麹つけばなかなか匂いとかついちゃうじゃないですか。だからどこまでも同じものは同じものに。玉ねぎ切ったタッパさ、もやし入れれば玉ねぎ臭いじゃないですか。あと全部ちゃんと静け書いて、いつ作ったのか。ここまで綺麗なのはなかなかないですね。じゃないとやっぱ明日来る人と今日来る人は違えば分かんないってなっちゃうので徹底して。メニューっていうのはもうその始めた頃から同じなんですか？始めた頃10種類ぐらいしかないんですけど、10種類ぐらいしかない中からいろんなメニューやっていって、券売機が今全部埋まってるんですよ。その中で毎月月替わりのメニューやってるんですよ。月替わりで必ず4種類ぐらいやってますけど、月替わりのメニューは絶対同じものはやらないと。それで3年来たんで、あともうネタ好きですよね。皆さんもお店長いんですか？私、先月の13日、月曜日からですよね。だっけ、まだね、ちょっとまだ1ヶ月も経ってない、半月ぐらいじゃないですか。皆さんとご一緒して長いような感じしますけど、勝手にそう思ってます、私。そんなことない、なんかずっといるような感じする。世界で一番嫌なチャーシュー巻きって言ってますか？巻いて、タレつけたやつも一回焼くんですよ。絶対なんか半端ないんじゃないか。どういうあれですかね。じゃあ兄ちゃん取られてるよ。静かにしないといけない。静かにしないといけない。キャッシュじゃなくてお金を取ってる。勘弁してもらっていいですか？その通り、グーで走ってるんで。チャーシュー、一枚一枚焼いたりするのすごい手間かかってます。手間かかります。これ、食べてみて。いやー、いいです。使ったやつと、焼いたやつの違いが。どうぞ。めちゃくちゃ柔らかいですね。それでも味はするんですけどね、かなり。すごい、焼いてる方はもうトロトロに、うん、トロトロで。だから大変なんですよね、多分。あ、全然違いますね。香りも全然違いますね。何？今月の。そうです、今月です。これ海鮮あんかけチャーハンってそこには書いてないんですけど、昨日やっと出来上がった。そうなんですね。写真なくて、ね、いつもだったら今月のっていうところに限定で、うん、で本当はここにあるはずなんだけど、昨日写真撮ったばっかりなのでちょっとなくて、今日出るのを。
けてたから。どこに座るか、いいんですか？暑いですよ。そうですよね。はい。チャーハンマジでうまいです。あのちゃんと肉の旨味とかそういうのも入ってるチャーハン美味しい。結局パラパラが一番なんですが、チャーハンで、あとチャーシューですよね、自家製の。それで味付けしてる感じなんで。違いすぎるような気がする。でも大体写真はイメージじゃないですか。写真と異なることはあるのいうことはありますよね。いつ頃からこういう風に。いやもう2年ぐらい前からじゃないですかね。あれはもう始めた時の写真なんで。あれはじゃあ本当に元々は最初はあれだったんです。あれから進化していって今に至る感じです。やっぱりこそ足運んでもらうには何かをしなければ、話題がなければダメだし、あとはまあそこ味もですけどね、味がまずければ誰も来ないし、ただ量多いだけだしゃってなってしまうので、それはこだわってますよ、味にはどこまで。Thank you.
ます。はい、いたしました。チャーハンになります。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。お待たせしました。チャーハンです。栗皿もらって。栗皿何枚？あ、僕も4つ。いやきつかったですわ。半分まで食べたんですけどね。だいぶいきましたね。はい、半分でも1キロは食べてるっていうことで。お姉さんどうですか？でも4分の1も食べてないですか？いや、でも頑張りましたね。ありがとうございます。出すなよ。はい、あと入れたっていいよ。麺にたどり着くまでが大変ですね。すごいね。面白い。2倍から3倍なんです。なんか重たいなくなって、おかえり使う。いかがですか？唐揚げ食べませんか？唐揚げ食べればいいよ。半チャンでギブアップなってきたぜ。うちに持ってきた。お客さんに怒られたりせんやつでもほら、野菜たっぷりって書いてますから。たまに聞きますよ、スタッフに怒られたって。大丈夫。だから多いよっては声かけはしてます。多いけど大丈夫ですかっては聞いてねって。聞かないと怒られちゃうから。食べきれない場合とかはタッパで持って帰ってもらう。
大体の人持って帰るんじゃないですかね。今もたぶん詰めてる人たちいるんですけど、唐揚げも多分本当は2個ぐらい食えば冷めても美味しいんで、自信を持って。ご飯と、はい、あ、クッと食べれないです。ジューシー、めっちゃジューシー、めちゃくちゃ美味しい。やっぱジューシーだっていうのですね。揚げたてでも美味しいけど、冷めても美味しい。そこにはこだわってますよ。で、必ず味が締まってなければそれは出ないと思う。だから必ず朝味見するし、お客さんと出す前には味見をします。唐揚げめちゃくちゃ美味しいですけど、量が多すぎてもう味が分かんなくなる。でも、ね、頑張ります。いけそうですかね。なんとか。いかがでしたか。ギブでした。そうです。いい勉強になりました。未熟者でした。今日の晩ご飯もじゃあ、いや、明日のお昼まで行きそうですね。あ、出しといて。16人という決断に、ね、はいよ、はい、さはい、ご飯を第2します。すごい。すげえ。ヤンニョムチキンですね。ピリ辛で濃厚でうまいっす。めっちゃご飯が進む。あと盛り付けよろしくね。はい。これ限定メニューの、はい、限定の C の激辛ラーメンになります。匂いだけでもすごい。結構辛いです。商品になってるから。とにかく辛いです。朝鮮ラージョンっていう瓶に入ってあるともうほぼ丸々1本使ってる。一味唐辛子も1袋1キロ入りのやつを半分ぐらい使ってるの地獄の一撃っていうやつがあるんですけど、それもほぼ
一本丸々入ってるようなものなんです。すごい激辛が大好きなんで。そうですか。ただお互い旨味もあるねっていう話で、うんうんうん、お客さんにも出せると自信持って出すんです。大丈夫マス盛りの海鮮あんかけチャーハンなんですけど、はい、あれはご飯の量ってどのぐらい？ご飯の量は5合から6合ある。唐揚げ2個ずつだから多分4キロ近いと思います。でもこの爆盛りもずっといろいろやってるんですけども、誰も頼まなければやめようかなと思ったんですけど、必ず頼むんですよね、誰かしら。今日もやっぱり3人がかりで食べてましたけど、やっぱりギブアップっておっしゃってました。無理ですよね、やっぱり。食べられたら多分もっと多くしてますからね。食べさせないためにやってますから。きついですよ。ドーナツ作って。そう、ドーナツ。ドーナツ。ドーナツは絶対。あ、そうなっちゃいますよね。ドーナツってなんだと。頑張って。ドーナツは。これ上手にドーナツ作って。ドーナツ。まず一回こう。円にしますか、最初に。はい。はい、いただきます。もう一回最後、はい、はい、よろしく、はい、でニンニク単品も出るよ。はい、熱い。ニンニク単品取ります。はい、はい、もうちょい真ん中開けないと。はい、すいません。OK、冷めちゃうよ。いや、どう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 。OK、OK。はい、お願いします。はい、唐揚げつけてきてね。あの紅生姜。はい。言ってるけど、やっぱり横手にないものをやらなければここまで来るの大変だったですね。足を運んでもらえないだろうなと思って、いろんなことやってるうちにテレビとか YouTube とかで取り上げられるようになって、今に至るって感じですかね。本当に暇でしたね。一人一人に。
オッケー。オッケー。半茶です。これも。はい。それにもタル？それにもタル。タルタルじゃない。マヨネーズと。はい、レモンね。了解です。お願いします。はい。いい、OK です。あと2つで6点踏みます。どうぞ。お、街ない。いや、今降りたんだよ。繁盛の理由ってどういうところだと思います？美味しいです、めっちゃ、うん、量もそうだけど、うん、店員の笑顔、隣のお客さんはみんなチャレンジしてるの、自分もチャレンジしてるの価格の安さですねそう、あのお値段も量はすごいじゃないですか。儲けられるんですか？やっぱ儲けれる、儲けれないの料理もあるし、計算ができないよっていうおぼられてますよすごいおぼられてます。でも結局1人から500円儲けるより100人から100円儲けた方が一番いいと思うんですよ。500円儲けようとすれば全然もっとやってもいいけど、結局お客さんが満足するようにはしなきゃいけない。そうすれば100人が1000人、1000人が1万人ってこう繋がっていくつもりだから、県外のお客さんもですけど、やっぱり飲食いろいろあっても有名にならなければお客さんは来てもらえない。そういうことなんですよ。大変なんですよ。横手って言えば焼きそばで有名なとこもあるんですけど、それより有名にならなければやっぱりスタッフもいなし、うちらも生活はしていけないから、そこが一番の。絵描きました。3名さん。
今後どういう風にしていきたいとか。今後もやっぱ変わらず挑戦はしますよ、こんなのやるんだっていう。やっぱ飽きられてしまえばそれで終わりだと思う。新しいメニュー出しながら定番は定番で残しつつ、だからやっぱこの月替わりのメニューっていうのがすごい大事だと思うんですよ。ただやってるだけじゃなくて、お客さんのニーズも、来月とかは好き鍋とか、やっぱそういうような気持ちとか、もうお客さん寒い時に来てもらった時に、寒い時にしか食べれないもの、暑い時にしか食べれないもの、それはやっぱ必要だと思います。自分でも餃子やってまして、あの飲食やってるか。そうですか。あ、ちょうど売りだった。これジャンボ餃子出してるんですよ。ジャンボ餃子。はい。ちょっと皮作ってもらっていいですか。ちょうどよかった。だからどうしても大きい皮って言ってないじゃないですか。もう本当にフォークとナイフで食べるような餃子を作りたいなと。